はい、こんにちは。今日は司法書士の試験が7月にある場合に、まあ、今はもう4月になると、俗に直前期と言われる時期になりますね。で、ここから試験の日までどうやって持っていくかと、まあ、その心構えなんですけど、当時のですね、まあ、振り返りですね、僕の。で、まあ、参考になればと思うところがあるんですけど、ですね、まあ、4月はですね、そういえば、そう思い出しているんですけど、まあ、ちょうどですね、試験のテキストも何度もぐるぐる、読み込んで、過去問と条文も、もう本当に、手の上でですね、こう、なんとかできるようになって、まあ、正直言うと、まあ、この辺で試験を受けたいと。もうあと3ヶ月いらないので受けたいというぐらいになってました。まあ一言で言い換えると、合格を確信してたということなんですけど、ただですね、ここからですね、どういう視野を持って進んだかと言いますと、絶対に油断はしないということで、まあ3ヶ月余ってしまったので、まあここをですね、まあほどほどに勉強時間を下げていって、ほどほどに今の知識を維持して受けるのではなくてですね、やっぱり進み続けた方がいいかなと思ってました。ただ進む方向がずれますと試験に役に立たない知識とかですね、まあそういう周辺の知識を拾ってしまうと、得点がですね、ちょっとばらついたり、薄っぺらなものになってしまうかもしれないので、まあ、基本と呼ばれる知識ですね。特に条文、を中心とした知識、これが基本だと思いますので、まあ、ここをですね、抑えるようにはしてました。で、あとですね、まあ、ディープインパクトという馬を知ってますかね。このディープインパクトはですね、すごい強い馬だったんですよね。最後の直線コースに入って、まあ、大体後ろの方にいるんですけどね。で、先頭の集団、これをですね、必ず、視界に捉えているということでね。まあ、そのスピードとかも測りながら、最後、ムチが入りますとね、もう一気に、ギアをですね、ものすごい、上げて、もう追い越して、追いついて追い越して、そして、一着でと、走り切ってしまうと、まあ、そういう馬だったんですけど、このディープインパクトはですね、まあ、変な、多分ですけど、前しか見てないんですよね。前しか見てない。自分より後ろにいる馬とか、横並んでる馬とかにはもう ほんと興味がないと思う。負けるはずがないと思ってるんですよ。もうここまで来て、自分はかなり手を抜いて、もう、まあ、最終コーナー曲がったわけなんですけど、それでも自分より後ろにいるとなると、負けるわけがない。問題は前にいる馬なんですけど、前にいる馬も、自分が本気出せば、追いつけないはずがないと。要するに前だけ見て、もう突っ走ると。まあそういう感じだと思うんですけど。まあこの4月、5月、6月はもう本当に最後の直線コースみたいな感じだと思います。ということはですね、前だけ見てですね、もう本当に試験の日、日曜日でしたかね。まあこの試験の日だけ見てですね、まあそこに至るまで、どうやって、まあ、勉強し続けるかですね。手を抜くのではなく、どうやって、ムチを入れてギアを上げるか。まあ、ここをですね、間違ってもですね、自分より後ろに振り返ったりしますと、絶対油断してしまいます。もう本当にここからはですね、前だけ見る勝負になると思います。ということでね、まあ、本当に難しいんですけど、4月、5月、6月は、必ず基本の知識、これを中心に勉強して、そうですね、まあ本当に突っ走るということで、まあ合格のコツはですね、なんと言っても油断しないことですね、手を抜かないことで、7月の試験日が来るまで勉強は本気を出すということで、まあ試験が終わったらもう、
まああとはね、バターンと倒れても何やってもいいんですけど、まあその試験の日までは全力で勉強して、試験の日は全力で、試験問題をやっつけると、まあそういう風になるかなと思います。そうですね。はい。というわけでね、もう本当に、まあ油断しないことですね。はい。手を抜かずに、今までのペースをもう1段、できれば2段上げると、いうことができれば、もう本当に申し分ないと思います。はい。そうですね。周りにはね、こう、絶対1年に、ディープインパクトみたいな馬がですね、必ずあると思うんですよ。どっから来てるのかわからない。けど、自分より後ろにいて、そして気がついたらもう、走り去っちゃってるような馬ですね。まあ、そういう馬が必ずいると。まあ、ですね。まあ、そういう、自分がそういう馬になりきったように、なりきったと思って、まあ、頑張ってください。はい。ということで今日はこの辺です。さよなら。